1月11日、アクトシティ浜松とその周辺で浜松市消防出初め式が行われました。新年の初めに開催されるこのイベントは、市の消防職員と団員が防災への決意を新たにするとともに、市民の皆さんの防火・防災意識向上を目的としています。ただいまから平成26年浜松市消防出初め式を挙行いたします。展示イベントホールでは式典が執り行われ、鈴木市長が安心安全の市民生活のため消防活動に従事されていますことを心から敬意と感謝を申し上げますと挨拶、関係者に力強いエールを送りました。また長年活動している団員の家族や退職した団員に対して感謝状などの授与も行われ、会場は厳粛な雰囲気に包まれました。屋外では立体式駐車場を使用した救助訓練が実施されました。はしごを使って3階から担架で水平に助ける救助方法など、さまざまな災害を想定した訓練を公開し、隊員たちはチームワーク抜群の動きで日頃の成果をアピールしました。他にも浜松飛び建設工業会によるはしご乗りが実演されました。これは江戸時代に火消しが火事場の方角を探すためはしごに登ったことが起源とされる伝統芸能です。高さ6メートルのはしごの上で繰り出されるパフォーマンスにたくさんの拍手と歓声が送られました。その後消防音楽隊の演奏に乗せて分列行進が行われ、消防職員と団員が勇壮な姿を披露。さらにはしご車など多数の消防車両がアクトシティ前を走行し、圧巻の光景が広がりました。そしてイベントのフィナーレを飾ったのは一斉放水。30本のホースから放たれた水の柱に、今年1年の防火・防災を祈願して浜松市消防出初め式は幕を閉じました。